サクサキッと泣き所結構あったと思います。何箇所かある中で。ちょっと目立たないんだけども、私的にね。あのあ、ここはぐっときたな。ちょっと目頭が熱くなったなっていうシーンの一つにあのヒロインの女性がいましたよね。あの歌が上手だっていう風に当時のたけしさんが評価していた女性なんですけども。もまあ、ストリップダンサーなんですよ。うん、でもストリップダンサーなんだけども。 あ、歌ができんじゃなないかなと思ってで、ストリップショーの合間にまあ団長にね要するに師匠に掛け合って歌を歌う時間を作ろうよみたいな感じでねおいいんじゃないかみたいなことを言ってで、まあ、半分無理やりでも女性の方もねまんざらじゃない感じでその時間を作ってもらうんですよね。で勇気を出してしかし堂々と その時間に歌を歌ってね、通常はストリップをするところを自分の歌声でお客さんに聴いてもらおうと思って挑戦するんですよね。そうするとお客さんの方から、わーっとね、すごく受けのいい盛り上がった歓声が上がってきて、でそのヒロインの女性は、すごくいい表情をするんですよね。あ、勇気を出して歌ってよかったなって。で、袖の方で見守っていた竹しさんも、 お客さんんの反応が良かかったから喜ぶんですよその時の喜びの表情が2人ともすごく上手でねで、まあ、私たち視聴者も良かったねって期待するんですよねただその次の瞬間「早くおっぱい見せろ!」っていうふうにヤジが飛んできてそれでまた小さく会場がウケるんですよでその瞬間歌っていたそのヒロインが、まあ、声を止めてね ものすごくこう、涙をこらえる非常に複雑なね、表情をしてまあ、顔を曇らすんですよねで袖で見ていた武井さんもそこでちょっとまた落ち込んだ表情になってねその演技が2人ともすごく上手でねでそのヒロインはなんとかこらえて そんなに慌てないのみたいな感じでなんとか声を絞り出して会場を後にするんですけども結局自分の歌に酔いしれてくれたわけじゃなくってそこなんだと自分の歌は全然評価されてないんだ結局私は体を見せる以外どうしようもないんだ本当は歌手として私はこの世界に入ったはずなのにまあでもその他はねなかなか 読み取れない心理だったと思いますけどもそこでですね私はグッときましたねなんかねああでもこうやって多くの人が夢を諦めていくんだよなと、うん、で客に励まされて客に貶められてでもステージに立つかどうか自分で決めていく、まあ、その中でそこをきっかけにねその女優ヒロインは 急にシーンを失って映画の中の構成所ね出てこなくなるんですよねで久しぶりに出てきたと思ったらあのどこかでそういった芸能の世界を離れて主婦として暮らしていてでその子供がね「たけしのサインもらった!」って喜ぶ、まあ、その子供の喜び複雑なそのヒロインでその前に大きくデビューして会場を沸かして それを見に行くそのヒロインの姿もあったんですよねでその客席から見るそのヒロインは売れに売れてるたけしを見て涙ぐむみたいなこれは涙を流して涙ぐむんですよねここのですねシーンもすごく上手に撮ってるんですよねステージのたけしで会場ではお客さん全員笑わしてる全員笑ってる中で泣いてる一人でも泣きながらも笑ってる なんかあの時にあ,あ自分はステージを降りたんだなとでもけちゃんはこれからの人なんだなっていうふうに改めて感じてなんかね良、まあ、かったなと思いますね、うん、だからこういうのも結局自分がいろんな表舞台裏舞台そういうものを経験したから こう伝わってくるものがあるんだろうなと思うんですね。でしかもそういったシーンをよく撮ったなと思うんですよ。多くの人の涙を誘うわけではないけども、一部の人はここであこの女の子の気持ちをわかるわみたいな感じで作品にちょっとねあ思いを照らすというそんな仕上がりになってるかなと。 誰もが泣くシーンってのはやっぱあるわけですよここでしか泣けないここでしか泣けない人がいるだろうなここでしか感じれない人がいるだろうなみたいなのをいろいろちりばめることによって人のの評価っていうのが広がっててがが広いくんでしょうね、うんまあ、他にもね涙涙のシーンはあるわけですけどもラストシーン亡くなったはずの師匠がステージで若い頃のたけしとね歌って。 最後タップダンスでピッと締めるところもかっこよかったですねなんかね俺もタップダンスやろうかなみたいなねそんな気持ちにさせる、うん、そんな演出にもなっていたんじゃないかなと思います「浅草キッド」むちゃくちゃいい作品でしたね思ったよりいい作品でしたねすごくいい作品でした歌もいい、うん、で役者も良かったですね大泉洋さんを抜擢した劇団ひとり監督の まあそのセンスもすごかった。あの、大泉洋さんの表情、ひょうひょうとした、そういった風貌とね、それから、当時のおしゃれチックな格好、帽子、靴、そして、厳しくも愛と信頼を持って、武志を見抜いた、その立ち振る舞いが、よーくね、大泉洋さん、 表現されていたんじゃないかなと思いますねもう大泉陽さんのもう当たり役だったんじゃないかなと思いますもうこの人以外はこの深見師匠にしちゃダメだったんじゃないかなっていうぐらいですねそれじゃ